どうも、エルザです。それではポケットモンスターやっていきたいと思います。鎧のこと編ですね。そうですね、このあたりは今回キノコを探せということなんで、そのキノコを探しに行きますか。いや、紛らわしくはないだろう。どうせお口にあるんだろうな。お、ピカチュウがいたね。さあ、避けて、お、ボングリだね。さらに奥に行って、こっちではなさそうだね。さあ、一旦ちょっと森抜けて、今いろいろと探し回ってます。特定の場所っぽいのかなと思ったのに、そうでもないような感じだったんで。お、なんかあるね、でっかいキノコの前に。多分これのことかな、キノコってね。野生の大キノコだ。取りますか。おーい、取る。ちょっと待ってーってことは、やっぱクララか。譲ってほしいな。譲らない。譲ろうか。譲らない。ち、君は、そう、やっぱそう言うよね。毒で虫まむ。さあ、じゃあ、そうそう、こちらも、潰していきますかね。さあ、クララと勝負ですね。ここらで発揮させとこう。私の方が強いってこと。はい、ということでね、今回ポケモンを全て鎧のことで使われるポケモンに変えました。といってもゼネガメ不思議ダメに関してはもらえるポケモンということでやってます。いやー、ズガルオンも見つけたね。なんとかね。なかなか黄昏捕まえるの大変だったね。効果抜群マシンかよ。さあ、次次。さあ、続いてドガースってことで、さあ、入れ替えなくてもいいよね。さあ、ドガース。まあ、ゴリ押しいけるだろう。さあ、最後はホイガト、そのまま。うちはダメなんだ。起伏が激しい。さあ、ホイガ。ストーンエッジでいいかな。さあ、勝ちましたね。持ってお下げなとこ。まあ、先に見つけたのこっちだからね。さあ、大キノコを3つ。ってことは生え方によって1個とか2個ありそうだね。余裕。お鍋の夕食から怪我に気をつけて、もっと元気にも帰ってくるのよ、ということで。そしたら帰りましょうか。
さあ、戻ってきました。まあ、そのまま中でいいかな。エルザチン、イエーイ、おっかえり、イエーイ。はい、二つ目の修行クリアしました。他の門下さんみんな森で迷ったか。あー、抜けてそのまま行けってことだったんだね。不合格かも。あらら。さあ、とりあえず腹ごしらえ。大キノコで大スープ。作ってもらおうよ。もう作ってるね。すごい鍋だね。おお。おかみさん待ってーって。息を切らして。お、まさか見つけてきた。さすがクラルチ、よく頑張ったね。二つ目の修行、二人目のクリアだよん。だいぶ探し回ったんだね。大スープには私の大キノコを使ってみんなに味わってほしいの。クララちゃん、そんなのお安いご用さ。でもあんたがわがまま言うのは全然初めてじゃないよ、おかみさん。というわけで、エルタちゃん悪いね。まあまあ別に別のを使うから問題なしと。そうだね、儲けだね。しかも雲が出るんだ。あんな鍋食いたくないよね。大スープだよ。大スープを飲んだ。詳しく説明してなかったね。マスタードードの大スープを飲むとね、体の奥からダイマックスの力が湧いてくる。ほう。みたいなことは人間が飲んでも起きないよ。さっきのどう見ても海洋圏だよね。ただし特定のポケモンが飲むと別ね。可能性を秘めたポケモンが飲むとダイマックスが特別な姿、巨大マックスに変わるよ。スープ係を立ててから大スープが必要なら自由に作ってもらえないね。さあ2つ目終わり。アンドごちそうさまでした。お、はーい、部屋にカモンね。かといって、特にやっぱ、あれはイベントだけかな。まあ、でも特定って言ってたね。そう、クララもいるね。はい、ありがとう。話って一体何ですか？うん、それに君たち二人にはマスター道場三つの修行の三つ目、ファイナルラストアルティメットザサードを受けてもらうよ。言い方よね。クララもいいキャラしてるね。アルティメットザサード何ですか？あ、うん、そうね。第二の修行クリアできたのは君たちだけ。はいはい、二人にはダイマックスポケモン勝負で優勝決める。あ、消してるべしか。へぇ。勝った方が合格ね。秘伝の鎧を授けるよ。ついにここまでやっと。でも、勝負の場所はマスター道場の裏。バトルコート。へぇ。パワースポットなんだ。宿のようにゆっくり後から来るといいよ。クララちゃんはね、生地センスがあるもんだから、今まで本気で物事に向き合うことがなくてね。道場の蔵も適当にこなした。へえ、あ、やっぱ才能はあったんだ。向かわなければいいね。なんか良くないことは起きそうだね。
じゃあ、休ませて、で、せっかくなんで、はい、ちょっと着替えてきました。せっかくなんで、着替えてこの格好で勝負受けようかな。で、そうだね。さっき戦った感じ、ヤドンだったんで。どうかな？ハサムちょっと弱いんだよね。さあ、めちゃくちゃ広いね。さあ、君に勝って秘伝の鎧を手に入れる。そして毒タイプのジムリーダーになって悩んのよ。たとえどんな手を打つかと負けられない。はい、余裕かな。多分何を使ってもねーっていうのがね、引っかかるけどね。はや。まあ、スタジアム並みの広さだよね、この広さは。マスター道場、最後の修行。用意。スタートだよ。さあ、スララと勝負。あ、やってきたね、スコルプト。ハーガネとかね。まあ、木の方がいいんだろうけどね。正々堂々とね。そういうことね。今一つなんだよね。じっくりと行きますか、今回は。入れ替えなければねっていう感じだからね。さあ、続いてまた動画。フェアリーか。じゃ、弱点ありがとう。いやー、そうだね。この辺りはだいぶ。さあ、ダメ欲しい。外したか。さあ、ほいだね。で、最後ヤドンだと思うんだけど、入れ替えるか。だよね、モードク浴びて、どう？あ、そんな使う気はなかったが、ちょっと懲らしめるね。
てるわけね。最後の最後で食らいつく。最初から費用なんて使わないで、そうしておけばいいね。さあ、ヤドラン。来たね。進化した姿。手に噛まれたショックで毒タイプになるっていうね。系は可愛いよね。さあでも一発なんだよね。ごめんね。さあ勝負勝ったね。出し惜しみしてないのに全部ぶつけたのに、努力の方向がちょっと違うんだよね。さあエルザチンクリアです。ああ負けちゃった。あは最悪だよね。汚い手まで使ったの。若くて才能もある君にみたいな人にはわからないだろうなと。そうだね、まあ別にいいかな。ポケモンもライバルも思いやれるエルザチンの強さだね。師匠、クラナチンのことをアスちゃんからも謝らせてね。やり方は間違えちゃったけど、ライバルに負けたくない気持ちがいっぱいの頑張れる弟子なんだよ。師匠は優しいね。ポケモンのお世話を一人で6ヶ月やってもらう。半年持ち乗るよ。これからは心も強くなっていこうね。心ね。ある意味その見透かしてた感じはあるんだね。涙とちょぎ意外と喋ると軽いよね。さあ秘伝の鎧をあげちゃうよ。秘伝の鎧、おリーグカードもらえるんだ。さあそしたらお師匠さん話しますかの前に、おい、じゃあちょっと話してみましょう。さあ待ってた4頭ねえ、秘伝の鎧を授けるよってことで、秘伝の鎧ね。さあ、出てこい。あ、鎧ってポケモンのことだったの。目が可愛いな。ほう。かわいいの。パン、連続パンチがかわいかったね。
ベア。このポケモンこそがマスター道場秘伝の鎧、その名もダクマ。へえ。体は小さくとも凛と育てればいかなる敵の鎧に敵の進撃も阻む強固な鎧、頑強な鎧か。へえ。才能を秘めてるんだけど引っ込み思案なとこがあってね、今一つ自分に自信が持てないみたいな。エルザチンと一緒に冒険すれば破れるかもしれないと思うんだよね。へえ。そうね、ダクマをもらいましたね。ベアーマン。あ、ちょっと人見知りが激しいというか。そう、厳しい鍛錬を積み技を磨く、体得した技によって進化した時の姿が変わる。ほう、進化ちょっと変わるのか、それちょっと考えもんやね。とりあえずお互い信頼し合わないとね。ああ、そんな感じか。目印に門下生立っておくよ。とりあえず景色を見に行きますか。まあ島巡りある程度したけど、せっかくだしね。3V か。攻撃防御と。おお、精神力がつくんだね。まあちょっと厳選はいろいろしてみようかな。そしたらね、お、すごい、ポケモンがついてくるようになってる。じゃあ今回ちょっと早めですが、ここまでにしたいなと思います。いや、かっこいいね君は。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまただ。